こんばんは。遥かなる島の中でパート3です。今日はね、ごめんやりたいことがあって、こちらピンさんのお家なんですけど、ピンはさ、一番初めに一緒に島に来た初期住民やから、部屋がね、なんかできてないよ。まだ寝袋やしね、もう数年経ってるのに、ベルトコンベヤーの上にサボテン置いてて浮いてるんよな、なぜか。でこういうちょっとね、さすがにそろそろあのいい暮らしをねっていうか、してもらいたいって言ったらあれやねんけど、ということでプレゼントを用意してきました。でこれ全部あのね、壁紙の青と床の白っぽい水色っぽいやつは多分変えられんねんて、絨毯や壁紙をプレゼントしても。だから青っぽい白っぽい家具をちょっとプレゼントしたら集めてきたんで、最終日にどんな部屋になってるかっていうのを見たいと思います。うん、なかなか頑張ったよ。あ、ほんま？飾ってくれそうかな。うん、そう、これを毎日やってきます。これ高かった、22万した。ラストです。何やったっけな。あ、洗濯機前人呼ばんにしてみた。うん、清掃もできたし、見てみよう。あれあれピン22万はピン。もしかして最後の3つ？ほんと？寝袋の方が、慣れてるんやろうな。うん。ね。そうだよね。うん、バスタバ？うん。ほんと？おー、でも。ね、衛星値が上がったね、ピンの。すごく良かった、やった甲斐があったよ。そっか。ん？何の話？おー。あー、外人かな。